皆さんこんにちは、さやぐさこころです。今回アパレルに関して発表があります。なんとリンゴルフアパレルを出してもうそろそろ1ヶ月かな、まあ、発表して1ヶ月ぐらいですね、経とうとしています。予約をしていただいた方ありがとうございます。もうしばし手元に届くまでお待ちください。で、何か私たちにも買ってくれた方にできないかなと思いまして、今回リンゴルフボールを毎回コンペとかでも使ってるんですけれども、サインを書いてその5月中に予約してくれた方にプレゼントしたいと思います。一つ一つ同封して送りますので、はい。でさらにですね、アパレルを買ってくれた方向けにイベントもやりたいなと思っています。どんなイベントにするかはちょっとまたみんなで話し合おうと思うんですけれども、まあ、シミュレーションゴルフなのか、まあ、オフ会なのかちょっと分かんないんですけれども、まあ、アパレルを着てのイベントなのかちょっと考えて、そういうのもやりたいと思っています。で、まあ、今回アパレル販売してみて結構人気がある商品は割と派手派手な総柄リンゴだったりします。でさらにバイザーも結構こうリンゴロって結構大きく入ってるので、ぜひ皆さんいろんなコーディネート楽しんで商品を購入してくれると嬉しいです。で、このリンゴルフのアパレルなんですけれども、なぜ急にアパレル展開始めたかと言いますと、まあ今チャンネル登録者数も増えてきていて、見てくれる方もかなり増えました。ですがまだまだ知らない方がたくさんいるぞと。で、やっぱりそのゴルファーの方にゴルフ場で来てもらうことによって、リンゴルフイコールゴルフのサイトっていうのはもっとリンクしてくるんではないかと、知らない人に知ってもらうために、でさらに興味を持ってもらうためにゴルフに関して、なのでぜひ皆さんリンゴルのウェアを着てゴルフをしてください。そしたらきっとリンゴルフを見てくれる方も増えると思います。では私は今からボールにサインを書きまくりたいと思いますので、ぜひ皆さん Amazon でのご購入よろしくお願いします。では今からサインボールを書きたいと思います。これだけだと思ったら違いました、これだけですかって言ったら違います、こんだけあります。これサインの書き方があるんですよ。早く書くにはまず全部出すことです。はい、じゃあ書きます。サインペン、どっちで書こうかな。あ、強めに？え、なんか新しくない？これなんか。え、やだ。そういうやつ。何が起きたか、なんか新しいマッキーで、なんかこう、なんか今ポスカみたいになってんのかと思ったらさ、なんだよ電流走ったよね。ちょっとビリビリした。もう。わあ、全然気づかなかった。なんかこうポス新しいのがそうポスカ的な感じで押したらさ、インクが出てくるのかと思ったら、さあリンゴルフももうすぐじゃないな、あとちょっと11月で2年となります。このボールももう何個サインを書いたことやら。結構ね、ボールにサイン書くの難しいんですよ。
じゃあリンゴルフはアパレルをいろいろやりながら思ったことを話していきたいと思います。そのこの間ね、洗濯したんですよ、服を。そしたらシワなりにくかったです、ポロシャツ。やっぱ性能、生地をそういう割とシワになりにくく乾きやすいのっていうのを選んだので、吸水速乾、吸水速乾はバッチリだった。特に色落ちもなく、まあそこもね、もとテストはしてもらってるんですけど、さらに自分でね洗濯して感じました。あ、もう終わった。早っ。これかぶしてもいいのかな、いいのかな、ちょっと乾かしてからもいいか。すごいね、リンゴの総柄に、リンゴの総柄も意外とコーディネートで悪くなかったです。なんかちょっとガラガラすぎるかなと思ったんですけど、全然。あと赤の色、なんかもうちょっとこう割と赤っていうよりも落ち着いた赤にしなったので、どうなんだろう夏にと思ったんですけど、ネイビーとのね相性も良くてね、良かったです。はい、頭おかしい感じですずっと一人が撮影中です。いや、そう、私もずっとこの会社で一人ごとです。やば。こういうのもつけてないし。どうしたほら、やばい人だと思われた。決してやばいやつではありません。あ、これ当たった人は当たり、間違えた当たり、下手くそになった当たり。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,120個書きました。次、じゃん、書き終えました。じゃん、とりあえず5月予約分、足りなければまたボール出しますんで、以上になります。では皆さん、たくさんのご予約お待ちしています。バイバーイ。